山口県立下関中等教育学校は山口県下関市彦島老町2丁目にある県立中等教育学校。市民からは主に中等と呼ばれる。2006年3月にそれまでの山口県立下関第一高等学校を開祖したものである。山口県初下関で唯一の中等教育学校である。 旧下関第一高校の校舎を2002年より解体、敷地内に新たに校舎を建設したものである。A 表記を下関セックアリースクールと表し、頭文字の SS を組み合わせて作られている校章は、制服のボタンや指定靴下のワンポイントに使用されている。特別教室棟には、3階に、芸術系、教室、2階に、理科系、教室、1階に、 家庭家系教室と一学年が座れる大学のような講義室がある。また図書室は一般利用が可能。ただし、利用の際には事前連絡を要し、利用できる時間帯は平日午前中で、授業などで使用しない場合に限られる。食堂があるが、これは前期家庭の給食を行う場所で、いわゆる学生食堂ではない。効果は、 下関第一高等学校卒業生によって作曲され歌詞は全国に公募された。ピアノ伴奏版とオーケストラ版があり、ピアノ伴奏版は学校行事に高歌聖書として使用され、オーケストラ版は管弦学部によって式典時に使用される。また、登校時には多くの生徒がバス停から校舎までのおよそ600メートルの長い坂道を登っている。 一高坂や中東に移行したことを強調するために、中東坂と呼ばれている。学力は中盤くらいである二学期制、三学期形式ではなくに、学期形式をとっている。長期休業も3度あり、成績表は年2回、9月の終わりと3月の春休み前に、開される。JR 下関駅より、三電交通バス7番乗り場で、老山公園口下車、徒歩含め20分程度。 登校時にはスクールバスが市内3カ所から出ており、下校時も横の行きのみある。ありがとうございます。